はい、始まりました、プリットチャンネル。ハロー、青木くん、オロシャツ。いや、どっちもちょっと青々になっちゃったね。あ、すいません、ちょっと今日はね、こちらの商品を紹介したと思うんですよ。9月の6日に発売になりました、ザコン2代目月見バーガー。あれ、すごくない？いや、てか、こんな包み紙初めて見た。じゃあ月見、わ、すごい、和菓子みたいじゃないですか。今までね、毎年月見バーガー期間限定で秋に出てたけど、はい、それがリニューアルして2代目として今日から発売。あとそれ以外に、マックフライドポテトのこれ明太マヨ味ってのが出たんですよ。ケチャップ的な感じなんですか？あの、粉、これに入れてシャカシャカしてください。あとはマックフィズの柚子味。おー、大人っすね、うん、月見バーガーが340円、明太マヨ味のマックフライドポテトが300円、マックフィズの柚子がこちらが250円。じゃあまずは月見からいこうか、はい、これでじゃあオープンしますよ。オープン。真ん中に入ってるのこれが卵で、うん、はい、普通のパティで、オープン、オープン、ベーコン、ベーコンで、これマヨネーズソースみたいなのかな。普通の月見は食べたことある？いや、食べたことあるんですけど、え、まず2代目と初代ってどう違うんですか？それは初代食べてから。いや、食べてから。あ、覚え、本当はね、はい、初代も買って食べ比べしたかったんだけど、はい、もう初代は売ってないの。2代目しか売ってないから、まあ思い出しながらちゃんと継承してるか、僕は。2代目舐められますからね。僕は認めませんよ、若造なんでね。すみません、ちょっと食ってみます。早く食べてもらって。うまそう、うまそう、まゆーまゆ出ました。このベーコン、卵、はい、パティと、あとやっぱなんかこのソースが、え、ソースただのマヨじゃない、やっぱり。違います、違います。なんか酸味があって美味しいソース。いただきます。はい、めっちゃうまいっすよ。うん、卵プリプリじゃん。うん、まっ。ベーコンの量もめっちゃ多いね。酸味わかる、わかります。うん、独特の酸味というかね。甘さはあんまないね。ないです、ソースに。あ、もちろん、はい、まあ初代うろ覚えだけど、はい、やっぱり食べた時に卵の印象がすごい強かったんだけど、うん、ソースのコク、うん、濃さが増してる。確かにソースのインパクトがすごいありました。初代の、うん、あの味も受け継いでる上に2代目のオリジナルティーも乗せて、どっちの代も良かったって言わせる。スキーバーガーって白身の良さがすごい出るじゃないですか。わかる。俺もね、卵って黄身より白身のが好きなの。例えばあの牛丼でも卵白をこう取る人いるじゃないですか。やだ、わかるわかるわかる。あれ、かき混ぜすぎないでくださいね。え、タンパク壊れちゃうからね。うん、次行こう。次行きましょう。このマックフィズ柚子味とポテトは一緒に食べようかも、はい、で入れますよ。はい、入れましょう。これ入れます。はい、おー、入りましたね。よし、じゃあシャカシャカします。いや、だだだ、それシャカシャカして出しても、はいはい、ただのポテトだから。あ、そうなんすか。で、このね、明太マヨを入れて、はい、はい、あ、いいですか。なんか、バーテンダーみたいだねとか言ってくんないんですか。そういうの待ってそうな感じしたから、あえて見てこれ、はい、これ色合いがさ、グラデーションになってるから。これ店員さん混ぜてくんなかったんすね。違う違う違う、これ言っていい。おいおい、血の気多いな。混ぜればいいんだよ、これ自分で、こうやって、はい、最近ね、マックもこういうね、インスタ映えのね、飲み物を多く出すのよ。うまそう。このバジルというか、なんていうか、これはもともとないもんね。明太に入ってたやつ。これ匂いすごい、なんか明太の匂いもするし、なんかイカっぽい匂いもしない？あの、そうですね、あの魚介類の、ね、あ、魚醤、ベトナムとかでいうところのナンプラーみたいな。ああ、うん、うん、うん、ああ、美味しい。あ、明太感がそこまでない。なんかお菓子食べてるみたいだね。確かに、スナック菓子。はい、すごい味が濃くなってる。あ、これちょっとお酒飲めますね、これ。あ、確かに合う、うん、合います、合います。だから、そうなった時のフィズよ。なるほど。あー、おー、すごい。あー、おー、あー、おー、あー、おー、ゆずすごい、超さっぱり。こっちで味濃くて、こっちでさっぱりで、もうバランス半端ない。あー、おー、あー、おー、後から柚子、すごい、
すごい爽快感があって、その後に柚子、はい、一緒に買った方が絶対いいね、うん、一緒に買った方がいいですね、これよりうまい進みますね、うん、うまいもの明太子味なのかなと思う。マジそんな感じです、ね、マジそんな感じです。でもまあ明太だと思わない方がいいかもね。これすごい、だって永遠に食べちゃうもんな、あったら。いや、食べれないよ俺らやったけど、食べれなかったから。あ、そういや、でもそこに漫画がないからでしょキングダム見ながら、これ後でずっと見れるんですよ。しかもその時これなかったわ。あ、なかったでしょ。うん、それもルーズの爽快感がなければ止まりますね。ということで、3ついただきましたけども、あの、やっぱり一緒に出てるだけあって、全部一緒に本当頼める感じですよね。ほんとそう。だからこれセットで売ってるんで、3つ、うん、セットで買った方がお得ですし、皆さんもぜひ9月の6日から、はい、こちら3品とも販売してますので、よかったら食べてみてください。 Twitter、Instagram やってますので、フォローよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価もぜひ。いい月だ、いい月だ。ウサギが餅ついてら。野球で言ったら今宮ぐらい守備範囲広い。なるほど、今宮か。あの野郎。すいません、全然知らないです。